皆さんどうもクリプトマフィアロボスとビットマン TV でございます。岡田ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、はい、今、はい、岡田マニラというホテルのロビーにいます、はい、いますボリュームちっちゃめでお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ボス、ちょっとね、ひそひその感じでね、ちょっとね、周りにも人がいる。そうなんですよ、恥ずかしい感じもいたしますけれども、はい、テンション上がってきたら、はい、後ろにグランドピアノあるんですよ、はいはいはい、引き出しますそれぐらいね、意気込みはあります。よろしくお願いいたします、はい、ボス、はい、今日の通過、はい、いつもとちょっと立ち位置がね、そう、逆なんですよ。逆なんですけども、はい、ちょっと行きましょうよ。逆でお届けします。もう逆で、はい、ちょっとごめんなさいね、真面目に、はい、緊張してますいやいや、本当に周りにお人が何十名かいらっしゃいますので、そうそうなんです、そうなんです。その中ちょっとね、撮影をしてるということで、ちょっとこいつらいつもよりおとなしいじゃねえかと、そうそうそこはご勘弁ね、願いたいなというところで、はい、まあ行きましょうよ、行きましょうか。クリプトマフィア、はい、ちょっと普段とね、うん、違う絵面で行きたいなというところがありましたから、はい、皆様にね、そういったところも楽しんでいただけたらなというふうに思います。でちなみに、はい、ビットマン TV の、うんうん、配信の方では、はい、岡田マニラ、はい、での生配信もね、うん、してますかね、もうね。まあそうですね、もしかしたらこの配信がされている時にはもうすでに生配信がされてるかなというふうに思うんですけど、はい、それをアーカイブの方に残してるんで、うん、ぜひとも楽しんでいただけたら、はい、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。大体こうね、いろんなこう場所を、うん、撮っても行きたいなというふうに思いますけれども、ね、楽しんでいただけたらというふうに思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでボス、はい、今日は何の通過でいきます。もう恥ずかしがってても、うん、もうどうしようもないんで、そうですね、ちなみに、はい、これムービーね、はい、撮っていいかと言ったら OK という許可が出ましたから、そうですね、一応はいいかなという感じで、はい、まあ、他の、ね、お客さんの迷惑になるかもしれないんで、うんうんうん、ちょっとボリューム落とし目で行きましょうということで、行きましょう行きましょう、はい、今日のボス、はい、通貨何でございましょう。本日の通貨はモナコインでございます。来ましたよ、モナコイン。モナコイン、これね、はい、私も、うん、まあ、当然昔からいるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、仮想通貨業界の、ね、世界にね、います、います、はいはいはい、その中でも、うん、やっぱりモナコインもね、一時ね、結構こうなんていうの、うん、みんなが、うんうん、なんかこう気になるようなね、はいはいはい、一応私の知っている中での話でいくと、うんうん、日本発祥の仮想通貨という立ち位置だっていうのしか知らないんですよ。あ、そうです、まあ、で、2チャンネルから、まあ、生まれたと、うん、ですですいうことしか、うん、ごめんなさい、知らないんです、うんうんうん、ですから、うん、それ以外のもし情報があるんだったらね、はいはい、ちょっと思い出しながら、うん、並びにボスの説明を、はい、受け入れながら行きたいなというふうに思いますから、ボス、はい、今日はボスらしいところを見せてもらってもよろしいでございましょうか。そうですね、ボスがボスらしくボスと言っても大丈夫ですから、皆さん気づいてますよね僕より緊張しますからねそうなんです、行きましょう行きましょう、はい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 、ちょっとボリューム控えめに行きましょう行きましょう、いつも中に行きましょう。意外とね、声大きいと思うんだよね、はい、まあそうだね、うんうん、行きましょう行きましょう、はいはいはい、まずモナコインでございますが、うん、時価総額現在約38億円でございます。はい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 、はい、順位はですね、億円か、あ、そうです、うんうんうん、38億円ですね、はいはいはい、はい、順位は497位、ね、なるほどね、今日現在ですね、うんうんうん、まあまあそこまで高いものでもないしみたいな、うん、という順位になっております。そして、今現在の価格が約 0.39 ドルでございます。発行枚数上限がありまして、うん、1億500万枚という、また微妙だ ね、微妙な数字で設定されてるんですけど、ね、何なんその500万枚、1億飛んで500万枚、うん、なるほどね、という発行枚数は上限があります。1億枚です。1億飛んで500万枚1億枚ぐらいしかないってことでしょ。そうです、めちゃめちゃ少ないじゃん、うん、上限もあって数が少ない。あ、そうなんだ、それは初めて知ったな。あ、そうなんですね、発行上限がございます。そして、最高値なんですが、うん、2017年の6月に約16ドルと、なるほど、いう値をつけております。2016年、2017年でございます。17年っていうことは、ビットコインが史上最高値をつけたときには、うん、あれか、うん、モナコインは別に史上最高値をつけたわけじゃない。そうなんですよね。まあ、あ、そうか、リップルとかもそうか、うん、2017年末あたりやったもんね。そうです、 OKOKOK、 結構ね、昔からある通貨ですよ、うんうんうん、というところですね、はい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 、OK です。でここからモナコインの特徴というのをですね、まあ、大きく分けると2つちょっと、うん、はい、はい、調べてきましたのでお伝えしたいと思います。行きましょう行きましょう行きましょう、楽しんで行きましょう、もうやるのよ、はいはいはい、そもそもなんかテンション低いですけど、そもそもいやいやいや、大丈夫ですよ。どうしてもね、ボリューム下げるとテンション低く感じて申し訳ないです。そもそもモナコインはですね、はい、初めて、さっきね、ビットマン言ったように、日本生まれの、うん、仮想暗号資産でございまして、うんうんうん、2チャンネル内のソフトウェア掲示板で、うん、そのアイデアというのが示されたと。そもそも、なんか、絵みたいなやつでしょ、なんか、あれがモナーっていうの、モナーですね。俺それ初めて知ったのよ。そうなんです、はい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 、2チャンネルでそこが出てきたのがスタートです、うんうん、なんか渡辺さんという方が作ったみたいな感じなんですよね。あ、そうなんですね。やっぱそこはちょっとごめんなさい、間違えた方が、うん、できたのが2013年の12月ですね、に開発されて、うん、2014年の、頭から流通が始まりましたよ、はい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 、いうコインでございます。 OK です、はい、モナコインですね、うん、
ってモナコインの一つ目の特徴というのがですね、うん、あのセグウィットというのがございまして、うん、これ何かというと、このセグウィットというのは世界で初めて実装した暗号資産がモナコインなんですけれども、うん、もともと暗号資産のそのブロックチェーンの中にですね、うん、あの取引履歴だけではなくて、うん、その個人の署名まで、ブロックチェーンの中にあの含まれているというのが、うんうん、まあ、通常のブロックチェーンなんですけれども、うん、このセグウィットというのは、うん、この、署名自体をですね別の場所で管理をすることができる初めての、システムというのがこのセグウィットなんかというのでございます。あれでしょ、あの一番初めて実装されたみたいな。そうですそうです、世界で初めて実装したと。それまでは理論上ではあのできたらいいよねというふうに言われていたものが初めて実装されたということですね。でこの個々のですね取引データの署名部分というのを別の領域で保存することによって、この今までよりもより一層ブロックチェーンの中をですね、うん、あのよりスムーズにたくさんの情報量というのを取り扱って保存することに成功したというのがこのセグウィットというシステムでございます。これがあるというのが一つ目の特徴でございますね、うん、そしてもう一つの特徴というのがですね、うん、はい、ごめんなさいボス、途中で切れちゃいました。ちょっと切れちゃいましたね。そのまま充電感が、はいですね、なくてということで、はい、よろしくお願いします。スタンバイ行きましょう、はい、行きましょう、続きからいきます、ね、はいはいはい、モナコインのですね、うん、2つ目の特徴、うんうん、お伝えするところからいきますけれども、うんうん、2つ目はですね、はいはい、投げ銭なんですよ、はい、まあ、2チャンネル特有といいますか、うんうん、気に入ったクリエイターさんとか支援したい方にモナコインを投げると、うんうん、この投げ銭ですね、うんうんうん、というのが、複数使えるようなサービスというのがありまして、うんうん、過去にはですね調べたところいいよいいよ114114ですとか、あとは4649よろしくというようなこの言葉遊びでね、あーなるほどね、はい、投げ銭を行うような、投げるみたいな、そういう そのモナ数みたいな感じが、そうですそうです、そのモナ数に合わせて投げ銭をするというような、ちょっとあのジョークを交えた遊びというのが、ね、あるようなというところが2つ目の特徴でございますというところでございますね、うん、はい、これが大きな特徴でございまして、あとはですね、今後の、まあ、展開、うん、展望というところで、うん、モナコインがですねアトミックスワップというものの今導入に成功したという情報が出ておりまして、うんうん、このアトミックスワップというものはどういうものかといいますと、第三者の仲介がなくても、うん、異なるブロックチェーン間の暗号資産の交換ができる、うん、ということですね、うん、はい、これはブリッジのような、だよね、はい、だよね、はい、仕組みというのも、あるよね。だから結構さ、うん、そういうのってさ、うん、なんか名前が違うだけなのかな、やっぱり他の通貨でもありますからね、だから、うん、それがどうなのかみたいなね、そうそうそう、だからその通貨の独自の名前で、はい、まあ、話を進めていきましょうという意味でかっこよくアトミックスワップという形 で命名されてます。わかりましたね、お腹の中で、ね、OK でございます、ギャンブラーにしたみたいな、ギャンブラーにした、ギャンブラーOK でございます、OK でございます、はい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 、はい、こういったところもあって、うんうんうん、まあ、そのアトミックスワップを使えば、うん、その間でやり取りができるので、うん、持ち逃げをされるような心配がなくて安心ですよというような、あ、なるほどね、はい、ところを特徴として、うん、まあ、今後の展開に期待したいですねというのが書かれているポイントでございます。まあ一応特徴というか、うん、2つはあるんだよという感じ で、 そうです、ね、一応ね、だから、うん、そのなんかまあネットにもね載ってたんですけど、はいはい、まあ、ちょっとこうガラッパゴス的な通貨っていうね、だからこう結構昔からあるんで、うん、こうまあまあ古参も古参でしょうみたいな感じでね、そうですよね、やっぱりこう言われていますし、うん、まあモナコインといったら、うん、あの方ですよね、まああの方ですね、うなぎ先輩、うなぎ先輩、そうなんですよ、うな先輩ですね、私たちもねちょっとこうつながりが最近できたんですけど、そ う、 すうなぎ先輩という方が、うん、モナコインの、はい、キングという認識でよろしいでございましょうか。よろしくお願いします。そうです、はい、そういうふうに思うわけでございますけれども、はい、なんかあります他に言いたいこと。いや、正直ですね、私のモナコインへの印象っていうのは、うん、もうニャンニャン、あの2チャンネル、うん、ニャンニャン、あの猫 の、 あのモナコインの、うんうんうん、あのモチーフにしたコインがあるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうイメージで名前だけは知ったんですけど、あんまりねこう詳しい、なんかさ、うん、あのイメージよ、うん、なんかミームコインのちょっと走り感もあるよね。そうそう、いや本当にそうだ、なんかミームコインの走り感ないです、うん、だけどもコミュニティ感でね、やっぱりこう使用用途が広がって、うん、まあまあでも今ね、うん、まあ芝とか同時もそうだけど、うんうん、ミームから始まっていってからの実用性も出して、うんうん、いや意外と使えるようになってきてるねみたいなのもたくさんあるんでね、はいはいはい、今後ちょっとこうモナコインが、うん、どうなっていくのかは分かんないんですけどというところがありますけれども、はいはい、予想価格とか出てます、うん、あ出てます、そこも今から発表したいんですけども、はいはいはい、あとビットマン、まあ、今回ねこのモナコイン、うん、私ちょっと ビットマンになりたいっていうふうに言ったんですけど、な、うんでかというと、うん、あの3年に一度半減期がありまして、うん、そうなんですよ、 POW だもんね、そう、あプルーフオブワークなんですよ、そうなんです、だからライトコインとか、うん、あとはビットコインと同じような、そうです、形になってるんで、うん、
半減期がなんと、今年の2023年の9月、うん、10月、うん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 、この頃にこのタイミングでの半減期というのがもうされますよと、出ていますので、今はまあ8月ですもんね。そうだね。だから、うん、ライトコインがね、それこそ8月の頭あたりかな、うん、に半減期が終わったじゃないですか。そうですね。ビットコインが、うん、来年の4月あたりっていうところで、はい、モナコインは、はい、まあ、その間を取って9月、そうです、ほぼ間取ってますよね。よろしくお願いします。間取ってますよね、本当に、ね、間取ってますよ。間取ってますよね。スリターありました。ごめんなさい、行きましょう、そこもあってちょっとね、予想価格を、はい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 、はい、じゃちょっとチャンスになるかもねっていう感じ。なるかも。9月10月あたりね。はい。そうなんです。うんうん、ちょっとおさらいで現在の価格、うん、0.39 ですね。うん、まあ0.4ドルぐらいなんですが、うん、今年の予想価格、うん、0.6 ドルという、予想価格が。1.5 倍ぐらい。1.5 倍ぐらいですね。なるほどね。出てます。うんうん、それから2025年、うん、はい、1.4 ドル。おはい。そして2030年が、はい、9.5 ドル。え？ということで。9.5 ドル。9.5 ドルすごいですよね。どういうあれでそうなっちゃってる。ここに関してのですね、価格の上昇に関しての根拠というのは書かれておりません。めちゃめちゃビビったんだけど今。9.5 だって現在が 0.4 ですからね。で 9.5 ドルになる可能性があるよってこと。そうです。予想価格と。そうなんですよ。うん、まあ、半減期やろうね。うん、そこをポイントとしてというところだとは思うんですけど、ね。だからね、一応ごめんなさい、話のちょっと補足すると、はいはい、なんか一応さ、ほらモナコインで、うん、なんかモナッピーとか、はい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 とか、あとね、なんかね、一時ちょっとね、重要ニュースでも取り上げたんですけど、はい、NFT の販売所だったかな、チョコモナカっていう場所もなんか作られてるんだよみたいなとこ言われてて、結構重要ニュースでもね取り上げて話題にはなってたんですよ。まあ、結構 なぜか名前はやっぱり知ってる方はもう多いですよね。そうそう、まあ、日本発祥ってこと。特にチョコモナカはめちゃめちゃ可愛いやんとかなんか言ってた気もするんだけど、はいはいはい、うん、そう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 、うんうん、この半減期も含めての、うんうんうん、まあ、今後にも、ね、期待できるか、うん、まあ、そういう予想価格も、ね、出てますので、そこも含めて、うん、ちょうど来月再来月ぐらいの半減期を機に、うん、皆さんもちょっと調べてみたりしてもいいのではないかなと思って、ちょっと今日、まあ、タイミング的にはね、はい、やらせていただきました。お疲れでございます。 OK でございます。ボス、はい、やっぱりね、はい、私、はい、今ここにいるんですよ、はいはい、やっぱりお人様がたくさんね、はいはいはい、めちゃくちゃガン見されてるんですよね、はい、ガンガン姿勢を感じます。あいつ何笑っちゃってんの、マジ行く行くみたいな感じで、はい、そうですね、私も2、3人と目がやっぱり、あいつマジワンパンシュールパン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 みたいな。本当に、ね、もう完全にやられちゃってますから、そろそろね、はい、締めていきたいなというふうに思いますけれども、はい、クリプトマフィア自体のね、うん、今回のマニラ編の、マニラ編、収録に関して言うと、はい、あとまあ2つ3つぐらいは、ね、違う絵面バージョンで、はい、行こうかなというふうに思います。今日はね、このロビーの何かなこれ、ラウンジかな、ラウンジで、ちょっと撮っていきたいなというふうな、思ったわけでございますけれども、はい、違うところでも、うん、収録してお届けしていきますので、はい、よろしくお願いします。お楽しみに。ちょっとね、ごめんなさい、真面目に緊張してます、はい、いや本当に人が多すぎて、さすがにね、さすがに多すぎてね、ちょっとね、ごめんなさい、いつも言ったらウェーってできないんですよ。よろしくお願いいたします。はい、まあそれではボス、はい、ドリフトマフィア、3シーズン目やね、今ね。そうです、3シーズン目。一応ね、うん、配信スタイルちょっと多分変えてると思うんで、うんうん、2つ前が何だったかな、3シーズン目。3シーズン目だっけ、QNT。あ、そうだ、不安と。で、その次が、うん、ごめんなさい、何だったかな。何ですかね、2個目がですね、うん、すいません、ちょっと私もド忘れしてしまいましたけど、QNT と、QNT が、1個目でございまして、2個目がですね、カーでございます。あ、カーだ、はい、オッケー。で、3つ目が、モナコインというところで、はい、ここからモナコインスタートでね、はい、ちょっとこう絵面変えていきますから、はい、よろしくお願いいたします。お楽しみにしてください。皆様お楽しみにしておいてくださいよ。生配信もね、はい、やりますから。ナウ、申し訳ございません。ヒア、ね、ね、緊張してるでしょ。ね、わかりました、ね、英語間違えた。さすがに私もそれないですよ。本当に。まあ、一応ね、生配信の、タイトルはイエス・タカス・ニシダになってますから、ここはね、ぜひとも楽しんでいただけたら、ね、やっぱり奇跡を呼ぶ男なんですよ。本当に。イエス・タカス・ニシダ。よろしくお願いいたします。ということで、ボス、これぐらいで締めておきましょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次の終わりませんよ。あれボス、はい、行きましょう、はい。仮想通貨業界の、はい、キングとも、はい、いう存在になるかもしれないと、はい、2013年から、はい、こうされている、はい、モナコイン。はい、うなぎ先輩の代名詞、モナコイン。はい、よろしくお願いいたします。モナ、ゴリラ、チンパンジー、よいしょ。